はい、こんにちは、つっちーです、今日はですね、こちらの2009年式の、R56 クーパー S で水漏れの、冷却水漏れですね、の簡単な点検の方法と、まあ、あとは、漏れるポイントですね、ウィークポイントについて、ご紹介、させていただきたいと思います。それでは早速見ていきます。はい、でまずちょっと点検の方法を先に、ご説明させていただきたいと思います。で冷却水、漏れてるかどうかの、まあ、簡単なチェックの方法としてはこのリザーバータンクですねに、まあ、十分冷却水が入ってるかどうかを点検します。でちょっとこっちから見てもらうと分かるんですけれども、一応今回これ修理で冷却水漏れて入庫してる車なんで、空っぽになっちゃってるんですけれども、まあ、通常この下限値と上限値の間まで冷却水が通常入ってます。なので今回の車のようにもう全く空っぽになってたりだとか、この下限値ですね、これより下回っちゃってる場合だとどこかから漏れてる可能性があります。なのでその場合は点検が必要です。はい、で続けて、漏れが、起きやすい場所ですね、ウィークポイントについてご説明させていただきます。で漏れる箇所、まあ、可能性で言えば、いろんなとこから漏れる可能性があるんですけれども、このお車の場合、大きく、3箇所漏れる可能性が高い場所があります。でまず、最も漏れが多い箇所は、今回ちょっと分かりやすいように少しバラしてしまってるんですけれども、このエンジンの側面をですねに取り付けられているサーモスタットハウジングっていう部品からの漏れが非常に多いです。はい、でちょっと、新品の部品で見てもらうと分かるんですけども、こちらが新品のサーモスタットハウジングになります。でこういった部品がエンジンの側面に取り付けられています。でプラスチックのパーツのこう溶着ですねなってますんで、その溶着している部分が割れて漏れてくるっていうのが非常に多いです。であとはここは水温センサーになってるんですけれども、この水温センサーのオーリングがダメになってここから漏れているケースも、まあ、比較的多いです。であとは、エンジンとのこの接地面ですね、このゴムがシールがダメになって漏れてるっていうケースもあります。はい、なんでまあ、56系、まあ、クロスオーバーもそうですねなんかで、まあ、一番漏れの多い部品がこのサーモスタットハウジングっていう部品になります。はい、それでは、漏れやすい箇所、続けて2つ目をご説明させていただきます。で2つ目がウォーターポンプですね。で先ほどと違って反対側についてる部品になりますので、分かりやすいように今車を持ち上げました。で下から見てもらうと分かるんですけれども、ちょっとこの音が取れるかな。これが一応ウォーターポンプになります。でこの、ウォーターポンプからの漏れが、非常に多いです。で今回このシルバーのウォーターポンプが付いてるんですけれども、通常この年式の、最初から付いてるウォーターポンプだと黒と茶色のものが付いてます。でシルバーのものが対策品になります。でもし黒と茶色のものが付いてると、まあ、新車装着されているものになるので、まあ、対策品に比べると若干漏れやすいものになります。なんでもしここから、漏れてる場合は、ウォーターポンプ丸ごとの交換になります。で部品としては一応こんな感じの部品がついてます。まあ、V ベルトで回して、まあ、冷却水を送る部品ですね。でこのパーツ同士の接合部からなんかが漏れてたりだとか、まあ、あとはこのシールから漏れるっていうケースが、時々見受けられます。はい、漏れやすい箇所、3つ目ですね。3つ目は、意外と多いのがこのリザーバータンクから漏れてるのが多いです。で漏れるのもこの見える部分ではなくて見えない裏側ですねが割れて漏れてるっていうことも多いです。で今回こちらの車両も、
もう本当にわずかなんですけれども、ちょっとひびが入ってしまってます。でひどいとこれが本当に大きく割れて大量に漏れてるっていうことも、意外と多いです。なんでそういった場合は、これもリザーバータンク丸ごとの交換になります。はい、というわけで今回は、冷却水漏れの多い、ウィークポイントですね、3箇所と、簡単な点検の方法をご紹介させていただきました。というわけで土がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。